ジンゴロウ山崎ジンゴロウ7月2日から1927年6月19日は日本の電気科学者、教育者、兵庫県滝郡丸山村で誕生。火星相打の電解法による製造方法を開発し、大規模工業界の飛躍的な塔を開いた。粘土などからアルミナを製造する方法を発明した。山梨高等工業学校の初代校長。日本で、 火星ソーダの電解法による製造法を開発し、火星ソーダ工業を飛躍的に発展させた。粘土や明板石などの国産原料よりアルミニウムの元となるアルミナを製造する方法を発明した。山梨高等工業学校の創設に携わり、初代校長として高等技術教育に力を注いだ。理学博士、君四等随法賞を受賞。 13位にジョイ。山崎は活動的でオートバイ運転をはじめとして、登山、弓道など多彩な趣味を持った。病気のため45歳で創生。兵庫県滝郡丸山村で斎藤家の子として誕生。成功技術者であった山崎久太郎の娘婿となる。子には山崎マスラがいる。山崎家の伝承によると祖先は山戸国山崎の出身。 7世紀半ば、天智天皇の頃、軍事を命ぜられ一族は、とうとうみこ草の群家大村へ移動。以降山崎家大代大が完成4年に至るまで隣の、上、樽木村の雨桜天皇社の神職を継いだ。岐阜、山崎九太郎の祖父国久は、棚倉藩藩主、小笠原長政に仕えていたが、文政元年藩主の天保に従い、唐津に移動。 九太郎の父肖像は、非全国から津飯飯氏。ありがとうございます。